水龍寺。2023年2月24日。徳川家康の正室。朝日姫が眠る。静岡。随龍寺。朝日姫は、豊臣秀吉の妹にあったり、家康の最初の正室だった、築山殿、瀬名姫の後継を務めた。家康には生涯二人の正室が存在した。一人は最初の妻、築山殿、瀬名姫で、もう一人が秀吉の妹、朝日姫。朝日姫の墓、徳川家康公、正室、豊臣秀吉公、妹、天文12年、1543年、父、築阿弥、母、中、大政所の娘として、尾張の国に誕生、豊臣秀吉の、イフマイでもある。本能寺の変による織田信長の死後、豊臣秀吉と徳川家康は対立。小牧長久手の戦いの後、秀吉は講和策として、朝日姫との婚姻を図り、家康はこれを受諾し、朝日姫を浜松城へ迎え入れた。その後、家康が上洛、秀吉に謁見し、臣下の礼を取った、朝日姫の婚姻により、豊臣、徳川両家が縁戚関係となり、関東制圧の足場を固めた、家康は秀吉の命により、浜松城から駿府城に居城を移し、朝日姫も家康に従った。天正17年、母、大政所の亡き見舞いのため、上洛したが自らも亡きとなり、駿府に戻ることなく、天正18年、1590年1月14日、48歳で没し、京都、東福寺塔中、南明院に埋葬され、同時にも分骨された。その後、秀吉は小田原の北条攻めに勝利し、天下統一の夢を成し遂げた。戦国の世を終焉させる役割の一つを果たしたのが、朝日姫である。秀吉は北条攻めの帰路、天正18年8月、随龍寺に参詣し、愛用の切り門蒔絵前を寄進、所領朱印状を発給した。